お帰りなさい。どのシナリオデータをロードする？はい、ロード完了。それじゃ、いってらっしゃい。誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。大会だって聞いたからわざわざ来てやってきや。オフィシャルは誰もいねえわ。レイさんはてめえみてえに見たことのねえ雑魚しかいねえわ。こんな無駄足だったみてえだな。オフィシャルが誰もいないのは来た人間の誰もが思ってる。お前が僕を見たことないのも勝手だ。だが。だが、なんだ。僕を雑魚だと思っているのは大間違いだ。雑魚に雑魚と言って何が違う。僕とお前は初めてここで出会った。だから少なくともお前はガンブラスターの力を知らない。実力のわからない相手にそういう口を聞くのはあまり利口じゃない。俺のマシンはお前より速いとでも言いたい。僕はお前ほど失礼なやつじゃないからな。思っていても口にしないぞ。いいと。てめえの方こそ自分のレベルをわきまえずに下手なことで俺を怒らせない。お前、グランプリレーサーか？それがどうした？そうか。グランプリレーサーといっても、ビクトリーズみたいなのもいれば、お前のようにレーサーへの礼儀も知らない三流もいるんだな。礼儀が良くて早くなりゃ誰も苦労はしねえよ。それに俺が三流なら、お前は一体何流だ？まあな。知りたかったらレースで確かめろよ。雑魚、調子に乗りすぎだぜ。そういうセリフはレースが終わってから言え。
特別サービスだ。全力で相手してやる。ついてこれたら褒めてやるよ。最初の獲物はてめえだ。覚悟しな。ガンブラスターは止められない。なんだと？別に驚くことはないぜ。ガンブラスターの実力を考えれば当然の結果だ。やっぱりザコはお前の方だったらしいな。グランプリレーサーだけが速いと思ったら大間違いだぜ。俺に懲りたら次からはもう少し相手を見てから強気に出た方がいい。負けるとその分惨めだからな。先に行かせてもらう。俺も次のグランプリに出場するつもりだ。お前もグランプリレーサーなら俺とまた戦うこともあるだろ。リオン・クスコのガンブラスター、忘れてまた恥をかかないようしっかり覚えておけよ。リオン君じゃないか。久しぶり。元気だったかい？ああ、あの時は世話になったな。テレビで見たぜ、ワールドグランプリ優勝。やったな。ありがとう。でもたまたま運が良かっただけだ。リオン君もあれからガンブラスターの調子はどうだい？ああ、お前たちのおかげでな。タイプガンマも今のところ順調だ。父さんもやる気満々だし、これなら次のグランプリは問題なく出場できるぜ。そっか、よかった。じゃあ君はリオン君たちも僕らのライバルなのか。あ、悪いが君の優勝は俺たちのチームがいただくぜ。楽しみにしてるよ。ところでお前もこんな怪しげな島にわざわざ観光に来たってわけじゃないんだ。え、うん。どう？確かに普通の大会じゃないと思う。ただ状況がどうであれ参加した以上僕は行けるところまで行ってみようと思う。そうか。まあ確かに僕もこういうのは嫌いじゃないしな。わからないことは立った方が確かめるとして、ここは一発レースと行くか。僕もガンブラスターの力は気になるしね。いいよ。お前の持ってるニューマシンの性能も気になるしな。そっか、そういえばリオン君は知らないのか。
バスターソニックをあの頃のソニックだと思わない方がいいよ。ああ、次のグランプリに備えてビクトリーズの力を測れるいいチャンスだ。お互い手加減はなしだね。うん、勝負だ、リオン君。ガンブラスターは止められない。なんとか逃げ切ったみたいだな。早い。直線スピードはゴーのビートマグナムを超えてるかも。ガンブラスターはこれほどのスピードが出るマシンなのか。危ないところだったぜ。さすがはビクトリーズのリーダー、いい勝負だったな。いや、僕の完敗だ。バスターソニックならガンブラスターのスピードに引きを取らないと思ってたけど、まさかここまで速くなってるとは思わなかった。正直驚いたよ。まあ、あの頃と違って GP チップの力をフルに引き出しているからな。速くなってて当然さ。それにガンブラスターもグランプリに備えて完璧に仕上げてきたからな。さすがだよ。僕のマスターソニックもまだ改良の余地がありそうだ。この借りは世界グランプリで返させてもらうよ。ああ、次の勝負楽しみにしてるぜ。悔しいけど今回は勝ちを譲る。頑張ってね。僕の名はリオン。お前の方こそ見ない顔だな。ああ、まあね。でもすぐに分かるようになる。世界一のレーサー一文字豪輝って世界中に知られる日もそう遠くないから。一文字豪輝、そんなレーサー聞いたこともない。本当に速いのかお前。だから今は知られてないけどすぐ有名になるって言ってんじゃん。本当に速いのか、それともただのハッタリかは知らないけど、自信だけはあるみたいだな。あ、ひどいな。ハッタリだと思ってるのか。世界グランプリにも出場していない、見たことも聞いたこともないレーサーが世界一だなんて言われて、信用しろって方が無理だろ普通。え、まあそりゃそうだけど。
でもさ、ほら、これに優勝すれば少なくともお前は分かってくれるよな。まあな。でも優勝以前に僕のガンブラスターに勝たないと先にも進めないぜ。お前の方こそそれを分かって言ってるんだろうな。当然勝つさ。勝たなきゃ優勝できないもん。なるほど。それなら相手になってやる。ガンブラスターの走りで自分が井の中の蛙だってことを思い知らせてやるよ。望むところさ。俺もお前のことは見たことも聞いたこともないからお互い様だ。お前の方こそマックスブレーカーの速さを見てビビるなよ。期待してるぜ。せめて GP チップの調整相手ぐらいにはなってくれよ。ああ、俺も強い相手なら大歓迎だ。行くぜ。ガンブラスターは止められない。クソ、負けた。こいつはすごいな。自販タイプじゃないとは思ってたが、グランプリ仕様でもないマシンにガンブラスターがそこまで追い詰められるとはな。お前、むちゃくちゃ速いな。びっくりしたぜ。お前も世界一と叫ぶだけのことはあるぜ。あ、そうだ。これでまた世界一から少し遠のいちゃったよ。ちくしょう。なら僕が先に世界一になっておいてやるよ。そうすればもしお前が僕を倒せた時にあっという間に世界一になれるぜ。なんかそれあんまり嬉しくないな。一文字攻撃とか言ったな。覚えておくよ。また勝負しようぜ。ああ、次は負けないぜ。またな。そのマシン、君は確かフェスティバルカップの。覚えていたのか。あの時は迷惑をかけた。すまなかったな。いや、僕は別のグループだったからあの時は走ってなかったよ。
ならどうしてガンブラスターのことを知っている？テレビで見たんだ。すっごい速いマシンだなって思ってたんだよ。そうか、ガンブラスターは僕の自慢のマシンさ。へえ、ガンブラスターって言うんだ、そのマシン。グランプリレーサーじゃないってことは、君はボルゾイっていうのと関係があるレーサーなの？ボルゾイ？はあ、手紙に書いてあったやつか。知らないな。俺は強いやつと勝負がしたくてここに来ただけさ。そっか、それじゃあ僕と同じだね。同じ？僕もワクワクできる相手と勝負がしたくてここまで来ちゃったんだ。どうせレースするなら簡単に勝てちゃう相手とやってもつまんないからね。そうか、なら早速勝負と行こうか。ガンブラスターならお前のご期待に添えてやれると思うぜ。その代わり悪いが、お前はここで終わりだけどな。そんなことやってみないとわからないよ。僕のベルクカイザーだってすっごく速いんだから。ガンブラスターを止められるやつはいない。それを証明してやるよ。うん、手加減しないよ。ああ、全力勝負だ。ガンブラスターは止められない。あれ？よし！負けた。この僕が？なんだ、ガンブラスターに負けたのは信じられないって顔だな、お前。まあ、最高速のガンブラスターについてくるほどのマシンだ。めったに負けたことがないって言われても信じられなくもないのな。ベルクカイザー、おいおい、そんなに落ち込むなよ。自慢するわけじゃないが、今のガンブラスターならどんなマシンとやっても負けなかったぜ、きっと。大丈夫か、お前？うん、なんかものすごく悪いことしちまったような気がしてきたな。
の名はリオン。そのマシン、見たことのないタイプだな。え？ああ、ガンブラスターのことか。ガンブラスター？ああ、お前たちのマシンと同様、世界グランプリを戦うために開発されたマシンさ。そのマシン、グランプリマシンなのか？まあな、もっとも開発が遅れちまったおかげで、前回の参戦は間に合わなかったけど。だが、次のグランプリで衝撃的なデビューをしてやるよ。なるほど。それでグランプリ開催前に腕試しに来たってわけか。まあ言ってみれば実践テストみたいなものさ。幸いここはタイプガンマに学習させるにも絶好の舞台だしな。タイプガンマ、次世代型 GP チップさ。次のグランプリ、ガンブラスターとこのタイプガンマで僕たちが優勝を狙うつもりだ。なかなか興味深い話だ。この大会てっきりグランプリレーサーしかいないと思っていたが、君のようなレーサーも来ていたとはな。お前もグランプリレーサーだろ。まだ名前を聞いてなかったな。僕の名はユーリ、 SSR シルバーフォックスのリーダーだ。シルバーフォックスのユーリ、どうやらガンブラスターに戦わせておいて損はない相手のようだな。僕も君のマシンには興味がある。次のグランプリのためにもデータのないライバルマシンの実力は見ておきたいものだからな。それじゃあこっちもデータ研究で行こうか。よし、勝負だ。ガンブラスターは止められない。油断も手加減もしたつもりはない。僕の完敗だ。いや、僕の勝利は単にマシンの性能差に助けられたにすぎない。運が良かっただけだ。君のマシン、ガンブラスターとか言ったな。ああ、それがどうかしたか。いいマシンだ。確かにマシンの性能だけで勝敗が決まるわけでもないが、こうも圧倒的に性能差を見せつけられるとさすがに落ち込むな。それ
はこっちのセリフだ。その性能をはるかに上回っているマシンがレースの展開一つで危うく負けちまうとこだったんだからな。僕ももう少し実戦に慣れないといけないな。リオンか、強力なライバルになりそうだな。いい経験をさせてもらった。レオユ、この借りはグランプリで返す。残りのレース頑張れよ。あ、任せてくれ。ないみたいだな。あんな遅い奴らと一緒にしないでほしいね。お前の方こそポルゾイのレーサーか。ああ、手紙に書いてあったやつだろ。違う、僕の名はリオン。ああ、聞いたことない名前だね。グランプリレーサーでもポルゾイでもない奴も来てるんだね。聞いたことがないのはお互い様だ。お前も見たところグランプリレーサーじゃないみたいだしな。ということはお前がそのボルゾイってやつのレーサーなのか。あんなやつらと一緒にするな。なんだ急に怒って。そいつに恨みでもあるのかお前。終わりさ。だからわざわざこんなとこまでレースに来てやったんだ。グランプリレーサーでもなければそのボルゾイってやつのレーサーでもない。なら俺と同じってことか。そういうことさ。でお前は早いのかい。早くなければここまで残ってないぜ。それはそうね。まあ確かに私以外にグランプリレーサーでもボルゾイでもないやつが残ってるっていうのは興味ある。試してみるか。面白そうだね。相手になってやるよ。言っておくがガンブラスターは半端なスピードで勝てるようなマシンじゃない。本気で来た方がいいぜ。そっちこそファイアースティンガーを舐めてかかると痛い目見るよ。よし勝負だ。ガンブラスターは止められない。まさか僕の勝ちだ。文句ないな。さすがにここまで残ってただけあってなかなかいい勝負ができた。ガンブラスターも速いやつと出会えて喜んでるはずだ。まであと一歩のところだったのに。ちくしょう。何か目的があったみたいだな。悪く思うなよ。
まない。先に行く。気をつけろ。ボルゾンは汚い奴だ。きっと最後に何か企んでる。罠にかかるなよ。心配しなくてもきっちり優勝してきてやる。任せておけ。僕もお前にはいつか出会うと思ってたぜ。お前がそう簡単に負けてるとは思えなかったからな。当然だぜ。このまま俺がぶっちぎりで優勝するんだからな。相変わらずだな。まあ確かに実上世界ナンバーワンレーサーだからな。それぐらいずうずうしくても文句言えるやつはあまりいないから。ずうずうしいは余計だ。ずうずうしいは。お前のマシンもあの頃に比べて随分と違うようだな。そっか、お前と会った時はまだサイクロンマグナムだったもんな。こいつの名はビートマグナムってんだ。ビートマグナム。ああ、かっ飛びぶっちぎりの俺の新マシンさ。お前には悪いけど、サイクロンと同じレベルの走りをしてたガンブラスターじゃ逆立ちしてもビートマグナムに追いつけねえぜ。心配しなくても大丈夫さ。僕のガンブラスターもあの頃とは違う。実際ここに来るまでにユーソニックも倒してきたからな。え、レッツ兄貴のバスターソニックに勝ったのか。完成した GP チップタイプガンブラ、グランプリ仕様のガンブラスター。今回のレース、そして次の世界グランプリ、僕はこいつで勝ち抜く。ここまでのレースで実感した。ガンブラスターを止められるマシーンはいない。面白え。レッツ兄貴を倒したお前の力見せてもらうぜ。お前とレースする日を楽しみにしてた。勝負だ、ゴー。
ガンブラスターは止められない。ゴーのニューマグナム、ギリギリ逃げ切ったって感じだね。くそ、もうちょっとだったのに。これで分かったろ、ガンブラスターもあの頃とは違うってことだ。ああ、最高速のビートマグナムがぶっちけられるなんて信じらんねえよ。デッサニキも負けるわけだぜ。お前らしくないまともなセリフだな。うるせえ、本当めっちゃ悔しいんだよ。それじゃあ悔しかったらグランプリで僕に勝つことだな。次のグランプリ出るのか。アリオン言ったろ、ガンブラスターはグランプリ仕様だって。こいつはグランプリでお前らをぶち抜くために仕上げてきた。ちょっと予定が早まっちまったけどな。そっか、グランプリ出るのか。じゃあこの借りはグランプリに返せるな。あら、だからお前とはこれから何度でも走れるぜ。借りが返せるかどうかは別問題だけどな。け、調子に乗んな。勝ちを譲ってやるのは今回だけだぜ。次は絶対ぶちぎってやっからな。ああ、グランプリでまた勝負しようぜ。ゴー、おう、約束だからな。ステージもう少しだ、頼むぞガンブラスター。決勝進出おめでとう、リオン君。それでは最後のステージへご案内しよう。今の声がボルゾル。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。なんだここ。ようこそファイナルステージ。どこにいる。ようこそリオン・クスコ。お前が手紙の差し出し人か。さよう、我が名はボルゾイ。今回は諸君らの参加とても感謝しているぞ。感謝してる割には随分と怪しい大会だな。まあそんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。どうだか、まあこっちは強い相手とレースができたから別に構わないけどな。そうか、ここまでのレースは楽しんでもらえたが、こちらも君たちのおかげで貴重な研究を進めることができた。今回の計画は成功だ。研究？いかにも。今大会で得たお前たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究の名。まあ今のミニ四駆レースは情報戦だからな。別に研究するのは悪いことじゃないぜ。そうか、特にここまで残ったリオン君、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだよ。礼を言うぞ。それで僕の決勝相手はどうなるんだ。決勝？そうだったな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇った君のマシン、ガンブラスターを破壊してな。なんだと。最強のマシンはこの世に一台だ。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。なるほど、これが罠ってやつか。
面白い、相手になってやるぜ。その元気がどこまでも持つか。では最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のレース。迷子と君、ガンブラスターは止められない。ガンブラスターは止められない。ほう、これは意外だ。おめでたいやつだ。そんなジャッジなマシンでガンブラスターを壊せると本気で思ってたのか。ああ、よい。ものは数は我が研究の一部にしかすぎ。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいいな。優勝おめでとう、リオン。最後にお前が一番あっけなかったぜ。これで終わりならさっさと帰らせて。そうか。仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったな。ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。あんたこと参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。待て、
で脱出できるはずだ。オン！
よし、ワールドグランプリもこの調子で優勝だ。優勝おめでとうございます。それじゃあクリアです。